ウィングマンと相性いいな、これ。うん。ここからこうやって移動できるから、これウィングマンと相性いいわ。さあ、こいつら二人いんの？はい、チーミング、死ぬー。いや、絶対おかしいわ、それは。それは絶対そう。オーマイガー！あとは、こんなもん。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12 ぐらい。全盛期に戻していいの？全盛期に戻していいのが、ウルトかなぁ。ウルト全盛期にしよう。1分半とかで確か帰ってた覚えがあるから。うん。ウルトだな。1分半だよな、確か。やばくね？視野やばい。難しすぎる。全然俺来てないんだけど。だから今までで一番難しい。次多分バルキリーが一番難しいでしょ。一番難しいよね。バルキリーが難しいよな。レプリケーターが来ますよ。あれか、あれもあれは終わってたな。簡易アークスターじゃないけど、一番簡単にアークスター刺したのと変わんねえ情報が、業態が得られんのよかったな。全部拾われた。うんちじゃん。おいおめえ、こっちが P20 でかかって、おい。シールドをリチャージしています。ダメだ。もう基本的に取り合いは負ける。回線の問題なのか分かんないけど、基本負ける。基本取り合えねえわ俺。敵を倒しました。敵のシールドを割りました。レベルアップしました。どのアップグレードを選ぶべきなのか。敵を倒しました。敵を倒しました。敵を倒してあげましたよ。動けない。ヒットストップがひどい。落としないし、それ。もう負けてもおもろいな。もはや負けておもろいゲームかもしんない。ペースはすごいいいけどね。壁から入ってくるのはね、ちょっと話が違うんだよ。敵を倒しました。新たなレベルに達しました。いや、では違うな。俺は選ぶとしましょうか。これがベストなアップグレードでした。ベールを上げます。俺は手で合わせちゃってるな。まあ、もよくないのかもしれないけど。敵のシールドを粉砕しました。気持ちいい。シールドをリチャージ中です。すごいペースだ。いや、ペースはもう確定取れるって感じ。ペース的にはだけど、どっかで多分これはやらかす。気持ちいい。敵のシールドを粉々にしてあげましたよ。ベールの向こう側をご覧ください。敵を倒し、シールドをリチャージ中です。結構いてる。攻撃されています。敵のシールドを粉々に。敵を倒しました。任せて。意外といてる。ご注意を。私の近くに敵が着地しました。ベールを上げます。
敵のシールドを粉々にしてあげましたよ。それめっちゃ見えるわ。敵を倒しました。怖いな。シールドをリチャージ中です。何？それはね、見えていなかった。てかさ、あれどこよ。ピーキーピーキーの人だ。ウィングマンの弾どこよ。あ、消えた、ウィングマンの弾。弾じゃねえや。作るか。しょうがねえ。殺しても出てこねえ。あ、めっちゃあった。素晴らしい。いやでも、俺には今入力遅延とかいう、ゴミみたいなもんはなくなったからだ。なくなったから、多分、全部当たる。今の俺だったら。遅延がなくなった俺は多分最強だと思う。実際。ウィングマンがめっちゃ当たるのもそれのせいだと思う。レプリケーターが来ますよ。あと30秒でリングに入らなければなりません。マジか、やばい。中毒状態えぐいな。素晴らしい。もう抜け出せませんね。あれだ、ちょっと長めに走んないとスライディング効くからな。それだけちょっと気をつけないとな。あー、どうだろう。なる気もするけど、何かもお見通しです。がっつりって感じじゃないな。敵を倒しました。まあ明らかなんか見聞きやすくはなるんだけどね。聞きやすくなる程度だね、マジで。はっ、こいつら2人いんの。はい、チーミング死ねー。こんばんは。なんでこいつら堂々ってことはチーミングしてんの。敵が負傷しました。やばくない、普通にソロモードっすよ。やってることやばいって。何二人でジップライン繋いでるわけ。撃てよ。なんか戦略か。戦略じゃねえよこんなん。ただのキッあれだよ、ゴミだよ。今言ってあげるからね、待てて。俺も助けてあげる今。粉々にしてあげましたよ。俺絶対、俺東京サーバーだね俺。殺さない、クソ。いる。敵を倒しました。ラウンド3、リングカウントダウンが始動。リーミングやろうよ、許さんぞ。さて、ハートを聞きましょう。この野郎。敵を倒しました。イエロー。ウィングマンと相性いいな、これ。うん。ここからこうやって移動できるから、これウィングマンと相性いいわ。いや、わかったわ。敵の位置確認しながら移動できるウィングマンとマジでいい。そう、もう、吐きそうなさ。ねえ。これマジで、そのままさ、吐きたいでだわ。相性すごいいいね、これ。敵に攻撃されている。シールドをリチャージ中です。意外といける。うん、強っ。敵に攻撃されています。シールドを粉砕しました。シールドをリチャージしています。こいつ早いな。30秒でリングに入らなければなりません。レプリケーター接近中です。何もかもお見通しです。はあ、
純粋な嫌悪感がやばい、こいつに対しての。何がしたいのか分かんねえ。シャンプー、ここへ移動しましょう。さあ、ショータイム。ハートには目に見えないものが見えます。ラウンド5。このシールドを粉々にして。いいな。敵を倒しました。今日プレイって敵を片付けました。あ、これがショットガンの怖いとこだよね。 今のパスがもう本当にパスの怖いとこだわ。うん、まあ大体負けになるからね、これ。大体その待つか待ちになるからね。いやー怖えわ。0100すぎる。今だって俺9しか食らってないもん。シールドを粉々にしてあげましたよ。諦めた。敵を倒しました。新しいキーリーダーが確定しました。ゲームリング検査中。もう次のリング敵に攻撃されています。シールドをリチャージしています。さあ、ショータイムです。うわ、マジか。うわあ。粉々にしてあげましたよ。敵を倒しました。シールドをリチャージしています。私が新しい。そのレースは危ないね、マジで。話し相手などいませんが。どこだろう。うおー、びっくりした。敵を倒しました。レベルアップします。ベールを外します。敵のシールドを割りました。敵を倒しました。シールドをリチャージ中です。最強ハボックだ。観客が増えましたよ。敵が近くに着手しました。確かに多いわ。撃たれています。え、俺撃つの。シールドをリチャージしています。待てしまいますね。攻撃を受けています。消えたー、全部消えたー、悲しいー。ホライゾイドの年は確かに一生取られても全然わかんないからな。やはりこう見るとな、被弾を極力減らせる入居が最強ってわかりますね。まん、もらうぜ。レパートリーに。なんか俺が撃ってるとも消えてるんじゃないかってやつがある。スーンって。え、もう13なの。早すぎじゃない。なんかさ、早すぎじゃない。どうした、みんな。エリ早すぎんか。速抜けしてる。もう次のリングの中にいる。準備の時間ですね。サプライシップが接近中。ベールの向こうをお見せします。
レプリケーターが来ますよ。ちょっと怖いよね。しました。危ねえ。敵を倒しました。今のよく俺に狙ってたな。もう次のリングの中にいる。これはチャンピオンの彼、ね、この子すごいな。マジで。用事では理解できない神エイムの持ち主だから気をつけないと。ご注意を。私の近くに敵が着地しました。ベールを外します。このアップグレードでパフォーマンスに磨きがかかるでしょう。敵に勝ちましたよ。シールドをリチャージしています。いや、なんかね、俺が変えてる理由はあれです。なんかバッキがもらえないってのがなんか怖いから。一応もう次の時間何もかもお見通しです。敵のシールドを粉々にしてあげましたよ。観客が増えましたよ。敵が近くに着地しました。敵を片付けました。シールドをリチャージ中です。粉々にしてあげましたよ。敵を倒しました。バジョー、イコライザーでやったら、お、聞こえた。素晴らしい。俺はね、聞こえねえわ。なんだこいつって言って戦闘が始まる。大体大体そう。うわ、びっくりしたーから全て始まるんで、恐ろしいね。とんでもねー。大体、大体わからん状態で破壊されるからな。ベールを上げます。危ないよねー。敵を倒しました。シールドをリチャージ中です。マジでね、無理。チーレスモノか、やばいな。それはレベルが違うわ。あ、アルソク拾っちゃった。まあいいか。シールドを割りました。びっくりキル。観客が増えましたよ。敵が近くに。粉々にしてあげましたよ。ベールの方をお見せします。いや、東京が一番取りやすいね。俺東京でやった時に6回ぐらい取ってるけど、私が新しいマジで東京が一番いい。おー、ありだね。コントロールモード。なんだこいつ。壁打ち最強きた。さて、ハートを聞きましょう。ベールを上げます。いや、絶対おかしいわ。それはそれは絶対そう。オーマイガー、チートー、てめえを殺す。もう見てわかる。お前は絶対殺す。お前は許さない。絶対だ。ベールの向こうをお見せします。来いよ。次のリングの中。来いよ。レプリケーターを移送中。レプリケーターが来ます。さて、攻撃しています。敵のシールドを粉々にしてあげましたよ。死ねー。はい、どこ。お前は二度とゲームやるな。残り30秒です。うめえごとき遮蔽使えば余裕だ。ベールを通してお見せしましょう。敵のグレネードです。攻撃されてる。終わりました。
敵を倒し、シールドをリチャージ中です。おいよ。てめえはこうです。来た。警告、リングの閉鎖が始まっています。見えてんだろ、かかってこい。いや、任せろ。来い。お前、ピークされたことねえだろ、お前。教えてやるよ。来たな。全てお見通しです。赤はまか。攻撃を受けています。シールドをリチャージ中です。もう二度と来んな、お前は。最大の注目を浴びる。してあげましたよ。敵を倒しました。シールドをリチャージしています。私がベールを通してお見せします。じゃあ、はい、チーター破壊。敵を倒しました。シールドをリチャージ中です。えざまあ見やがれ。お前じゃ勝てません。なあ、俺どんだけもっとやべえのとは戦ってきたと思ってんだよ。シールドをリチャージ中です。ハートを受け取る。ベールの向こうをお見せします。攻撃されています。敵を倒しました。シールドをリチャージ中です。ヒーター上がり完了。あと3敵を倒し、シールドをリチャージしています。気持ちいい。いや、下げちゃいけないんですよ、あいつらは。下げれば下げるほどあいつらはね、生きるからね。観客が増えましたよ。敵が近くに着地しました。を上げます。敵のシールドを粉々にしてあげましたよ。敵を倒し、敵のシールドを割りました。敵のシールドを粉砕しました。すげえラブよ、あいつ。何もかもお見通しです。ありました。敵を倒しました。レブこんな子。多分あれじゃねえかな、俺が瀕死だと思ったんじゃないかな。次のリング閉鎖まで残り30秒。いやー、気持ちいい。レプリケーター接近中です。チーター2回殺したのは気持ちよすぎますね。あー、残念。これが技術ってことか。敵のシールドを粉々にしてあげましたよ。ベールを外します。シールドをリチャージしています。追われるキャラじゃないんだよな。されています。敵のシールドを粉々にしてあげましたよ。さて、ハートを聞きましょう。シールドをリチャージ。はあ、これむずいな。上取られた時はマジどうしようもないよな、実際。それが難しい理由ではある。まあ、ゆっくり待つか。ラウンド5、最後の縮小まで待とう。
もう次のリングの中。そうだね、こことあっち側でスライディングで入れる。だけどこっち難しいんだよな。こっちの方が楽、全然。ちょっとゆっくり行きましょう。しょうがねえ。何もするとね、こっちからすると。そう、仕掛けらんないから絶対に。で、たとえ削ったとしても、こっから登ってこっちに行くときに殺されちゃうから。こうせざるを得ないね。こんばんはー。お疲れ様です。次のリングの中、ベールの向こうをお見せします。これももうちょい奥に耐えてくれたらワンチャンあったね。だから俺はこういう時はね、根気勝負。もう根性負けしたが負ける。近づいてさえくれれば絶対勝てるから、ワンチャン下取ってもいいな、これ。どっちに縮小行くかな。多分こっちだと思うけど、右だと思うんだよな。あ、そうだね。さあ、ショータイムです。で、これであっち側にアビティ飛んでもらって、遮蔽使いながら戦えばいいんじゃないかな。イデミール様、100ビッツ、ありがとうございます。こんばんは。配信、お疲れ様です。まあ、落下コーチ狙いたいから、こうしとくか。最終リングが閉じます、うん。これでいいや。しません。決められちゃったら俺が死ぬから、ここだな。ドアロックされちゃったら俺絶対負けるからね。届かないから。呼ぶ。あ、よかったな。やべ、タイミングが、あ、もうね、ドカぶりした。なんか、ゴーよく今勝ったな。あーって言って、ウルトなんか2秒後ぐらいで打ち合って勝っちゃった。笑うわ。もう絶対今俺やらかしたと思ったわ。ヒデミール様、ヤークビッツ、ありがとうございます。ナーイちゃんです、ありがとうございます。やったぜ。あー、後打ちで殺しちゃったわ今。行かれてる。いやでもいいね。チーターあれっすね、なんかあれですね、なんか弱いっすね。まあ弱いっすねって言っても多分、普通には勝てないんだろうけど。こんばんはー。危なかったぜ。ハボック打ってきたら負けてたわ。あいつハボック持ってなかったな。ネメシスなんかだったな。